はい、おはようございます。始まりました今日のワンコンティニュー。本日のゲームはちょっと待って、はい、こちら本日のゲームはこちら、なんて読むんでしょうかね。飛びイングヒーローではなくてフライングヒーローと読みます。とても面白い読ませ方ということは、フライングするヒーローが何かするんですねというゲームなんですね。まあ、こちらのゲームですね。パッケージ画面こんな感じになっております。エピックソニーってなってますね。まあ、オリジナルゲームなのかな。エピックソニーは芸能人モチーフのゲームとかがちょこちょこ多いようなイメージがありますけど、まあ、エピックソニーと CBS ソニーとか何が違うかはよくわかりませんけどね。はい、というわけで、ソニーグループのゲームですよという感じでやっていきましょう。まあ、このゲームは実はまあまた私持っていなかったんですけどね。まあ、ちょっとなんか、聞いたことあるなっていうのと面白そうだなって、まあ、中身知らないんですけど、面白いタイトルしてんなと思って印象にはあったので、まあ、ちょっと何かの機会の時についでに買おう、購入できればと思ったものを今回購入させていただきました。というわけで、それを元にして、よくわかりませんけど、多分アクションゲームでしょう。一回ゲームオーバーするまでにどんな感じのゲームかなどが体験をお伝えできればという感じでやっておりますが、どうなることでしょうかね。よし、やっていきましょう。1989年10、2月7日、17日。もう今日、ひどいな。今日、紙っぷりがひどいな。何一つまともに喋れてない。文字起こししたらええことじゃないそう。だからこの動画字幕つけられるんだっけ、どういう字幕がつくのか皆さんちょっと試してみてください。はい、別に報告はしないでいいです。はい、というわけでいきましょう。お、何、フライングヒーロー、あ、小屋さんとフライングヒーローって売ってあるのね。ほんとひどいな。プッシュスタートボタン、ワンプレイヤー、ツープレイヤーズ、どうだろうね。ワンプレイヤー、あ、何、どう、え、おっと一画面ゲーム、もしかして。しかも何してんの？思ってる感じのフライングの仕方じゃない。思ってた感じじゃないな。こいつは面白そうなゲームだぜ。もう一回見れんの？一画面ゲームですね、これ。何してんの、これ。トランポリンを使って。何してるか全然わかんないんですけど。とにかくヒーロー活動するんだな。趣味でヒーロー活動すればいいんだな。プッシュスタートボタン。ノーマルファースト。ノーマルに決まってるんだな、バカ誰が。ステージ1、おっと、豪華な演出。救急車、違う、消防車が走ります。そして、あ、この人たちを、このトランポリンで救出するというゲーム。ブロック崩しじゃん。あ、死んじゃった。プレイヤーミス。ごめん、お金が大事だったから。ブロック崩しゲームだよ。クリアしたらしいよ。ヒーロー活動を終えたらしいよ。あ、火がついてるところ、救急車、ゲストボーナス、そんな、何、誰、そんな救出したの、そんな乗らないやろ、その救急車に。どんな転用バーやろ。どうなってんの、これは。おう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 。とりあえずお金に目がくれくらくくくれお金に目をくれちゃいけない。あずい、猫を救出、人を救出、猿を救出、虎を救出、お金を救出、一アップ、よし。あ、ちょっと全然上まで行かない。よいしょ、分かった。あ、いや、分かってない。よし、あ、しまった、しまったー。いけ、あ、危ない。ちょっとこれスタートボタンが、あ、セレクトボタンがポーズメニューだ。こう飛んでくるのに対して、この布団が
こっちから行ってしまうと、あの浅い角度になってしまう。こっちから来るに対してカウンター迎えに行く感じにするとちょっとこう上に行くと見た。これ今どっちに進んでる途中で止めたらこれが今どっちに向かってる、どっちベクトルに動いてるかわからない。危ない何そのトランペット、鍵だった今、トランペットだった、トランペット、あクリアしたらしい。トランペットを取ったらどうなるかが分からないままクリアしたらしい。どうこれ3万点ぐらいで1アップとかしない？3万点にはいかないらしい。あ、いった。3万6000点、600点になって。もうこっちを。あ、なんでそっち行くの？危ない！あーた！ごめん。面白かったけど。面白いゲームだったけど。すごい、なんか、あっさりした。あっさりした終わり方。1989年だっけこれ。はい、というわけで、フライングヒーローというですね、ちょっと珍しげなゲームでした。もうちょっとなんかジャンプアクションゲームのこう、ステージを進めていく感じのゲームだと思ってたら、まさかの1画面ゲームでしたね。そんな感じで、はい、お送りしてきました。わー、ちょっといろんなステージ見たいな。全何ステージぐらいあるんだろう、これ。後半のステージえげつない内容だったりするのかな。とまあ謎はつきませんけども、はい、また、今後とも更新していきますのでですね、今後ともよろしくお願いします。というわけで今回はお疲れ様でした。さよなら。